皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2022年10月23日ですけれども、で今日午前中 の、 党大会特番にね続いて、午後にももう一度この党大会関係の特番を、送りたいと思います。いやというのは、今日の午前中にね、10月23日の午前中に中国共産党の新しい中央委員会が全体会議を開いて、そこで共産党の最高指導部となる政治局常務委員会のメンバーを選出して、そこで昼過ぎ、まあ日本時間では1時過ぎくらいで、この新しいメンバー、まあ最高指導部のメンバー7人ね、習近平に引き慣れて、まあ、それで記者の 前でまあ顔を見せたということですけども、そこで新しい最高指導部のまあ構成がこれで判明されたということで、じゃ あ今日の特番はね、やっぱりこの新しい指導部の顔ぶれから、いや今後習近平政権はどうなるのか、中国の政治はどうなるか、そこは見ていきたいだろうと思います。名付けて、中国、の、まあ、新最高指導部の顔ぶれから見る習近平政権の、まあ、今後ということですけども、まあ、さっきも説明したようにね、10月の23日の、まあ、午前、中国共産党第、20回中央委員会の全体会議が開かれまして、そこで、まあ、新しい最高指導部のメンバーである、まあ、政治局常務委員会のメンバー7人の顔ぶれが決まったということで、じゃあこの7人がじゃあどういう人物なのか、彼らの序列順にね見ていくと、まずまあ当然ね、習近平、まあ続投ということで、まあ政治局常務委員留任、当然党総書記を続投、来年の3月の全人代では、まだ国家主席も続投するという。2番目はね、李強という人であって、彼は、まあ以前は、まあ、政治局委員だったんですけども、今回は政治局常務委員に、まあ昇進して信任して、そこで来年の3月に、まあ、彼は確実に次期首相、要するに来年3月の全人代でね、まあ、彼は次期首相になることは、まあ確実ということで、3番目は、張楽斎という、まあ、人であって、彼も政治局常務委員を、まあ、留任した上で、来年の3月の全人代で以前の、まあ、委員長の、まあ、栗戦書氏にとって代わって、全人代の、まあ、委員長に、まあ、就任するという話になるんです。それで4番目は、王光礼という人であって、彼も、政治局常務委員の留任で、そこで来年の3月に政治協調会議が開かれることとなって、そこで彼は今の主席のこの政治協調会議主席の王陽さんにとって代わって、政治協調会議の主席に就任する見通しという話で、5番目は蔡奇、まあ、という人であって、まあ党大会までは彼は北京市の、まあ、共産党書記であって、まあ、政治局委員だったんですけども、これで、政治局常務委員に信任して、彼は、確実にね中央規律検査委員会の次期書記になるんです。要するに、腐敗摘発の、まあ、機関、前任は張楽斎で、張楽斎は全人代の委員長になる。それで彼は張楽斎の後釜に据えて次期、まあ、検察委員会の書記になる。6番目は、まあ、定説書という人であって、彼も、以前は、まあ、政治局委員だったんですけども、これで政治局常務委員に信任して、彼の仕事はね、おそらく党務とイデロギー担当、要するに今まで王光礼がやってる仕事が彼が引き受けるということで、7番目一番最後は、リッキーという人であって、まあそれまでには彼は、まあ中広東省のね共産党書記を務めて、政治局委員だったんですけども、それで政治局常務委員
院に信任して彼の役割が、来年の3月の全人代でね、要するに筆頭副首相、それまでに党大会までには菅政という人が務めるポストにこの日記がまあ就任するという、まずこの7人のまあ顔ぶれですけども、じゃあこの最高指導部の構成の特徴とは何か、そこから習近平政権今後どうなるかという話になるんですけども、いや特徴の一つはね、まあやっぱりね、あの日本のマスコミでもそう伝えただろうと言いますけどね、要するにまあ習近平派によるね、もう最高指導部の完全独占ですよ。ある意味ではもう前代未聞の話というのは、まあ習近平以外にね、そういう常務委員会の委員が、6名がいるでしょ、全体7名ですから、この6名の中の長楽祭と王高麗はまあ以前からまあ習近平のまあ協力者であって、まあ要するに習近平陣営のまあ人間ですあれ。じゃあ他の4名、蔡奇にしても李奇にしても定説省にしてもですよ、全員まあ習近平の側近であって公文であるんですよ。まあ要するに習近平が例えば成功省でトップを務めた時代のまあ信頼する部下、あるいは福建省でねトップを務めた時代のまあ一番信頼する部下、全部公文側近ですよ。ということはね、要するにこれでね、中国共産党の最高指導部はね、もう完全にね習近平の派閥の人間、あるいは習近平の公文によって完全独占されてしまう、ということと、もう一つね非常に注目すべきなのは、李強が今回首相になるんですよ、首相になるでしょ。李強首相はね公開主席の党総書記の部下ではあるんですよ今まで。しかし党のトップのあるいは公開主席の公文が首相になるのはね、もう初めての話ですよ。毛沢東時代ですすらそうならなかった。例えば毛沢東時代は毛沢東トップですけども、下の首相の周恩来は決して毛沢東の公文じゃなかったんですよ。公文が主席の公文が首相になるのは、それも初めてのまあ中共産党時代、史上の初めての時代であれ、これでね要するに毛沢東さえ超えた、まあ習近平による個人独裁体制はもうこれでもう完成されたんです。まあ今後ね、例えば重大な政治案件とか人事に関してね、本来ならば政治局員というのはね、例えば今7人メンバーでしょ、い時に9人のメンバーある出会った時もあって、あるいは5人出会った時もあって、要するに必ず奇数になってることが、要するに多数決でものを決めるために奇数が必要でしょ。6名だったら3対3で何も決まらない、7名だったら4対3で必ず何が決まるんです、あるいは5対2でな。しかし今ね、一応この新しい政治局常務委員会が7人ですけど、しかし考えてみれば他の習近平以外の人々はみんなね習近平の側近であって公文であってですよ、多数決はもうないですよ。要するに今習近平と今蔡奇とか新しく政治局常務委員になったやつで、ね、平等の立場で、ね、一票で多数決になることはもうありえないんです。習近平がこう言えばこうなるということ、実質上の多数決がもう不可能になって、要するに全てが習近平がこれからも独占的に意思決定を行うという話。まあ要するにもう最高指導部である政治局常務委員会ね、もうほとんど意味がないんです。まあ要するに習近平の御用機関みたいな、そういう話。まあそこでね、事実上ね、まあ、習近平はもう皇帝様になっちゃうんですわな。もう政治局常務員がみんな彼の臣下になる。例えば胡錦涛政権時代は一応、時に9人の政治局常務員がいたんですが、まあ、胡錦涛が要するに総書記としてこの他の8人を招集して会議を開いて、そこの中で胡錦涛さんも他の政治局常務員のメンバーと平等の一票の、ね、立場で多数決に臨むという
ことだったんですけども、もう今はね、要するに昔胡錦涛と他の政治局常務委員のメンバーの政治局常務委員との関係が、要するにまあ会議の招集人と招集されるという関係ですが、決して家来の徒労様の関係ではないんですけども、今はもう習近平の場合はもう完全に皇帝体進化。そうするとここでもう一つの特徴出てくるのは、要するにこの最高指導部においては習近平に対するブレーキという役を存在しない。誰も彼にブレーキをかける人はもういないんです。いやというのはね、最高指導部の7人の中の 4人は習近平の側近の公文、まあ、いわば、まあ、イエスマンであって、あんな連中には習近平にねブレーキをかけることできるはずもないし、最初からねそんなあの考えがもっとないんです。あれ他の2名、例えば長楽祭にしても王光連にしても、決してあの自分、ね、の何の政治力、政治勢力を持つ人間じゃない、要するに実力者じゃない。王光連というのは、まあ、ずっと、まあ、ある面理論家でね、ずっと実力者に、ね、あのブレン役としてまあやってきたもんであって、それほど あの自分の実力もない。だから長高王高齢と長楽祭の2名も習近平にねブレーキをかけることもおそらくもう無理であるということが、結局ね最高指導部において、まあ内外政策の意思決定において習近平の起こした過ちをそれを正す人もいなければ、まさにね彼の暴走にブレーキをかけるやつはね全くない。要するにブレーキ、そういうメカニズムが全くこれからあの機能しない。少なくともあの今までも結構習近平は独裁やってきたんですが、例えば今の党大会以前の最高指導部の中には、例えば李克強とか汪洋とかね、そういう人がいて、ある程度習近平にブレーキをかけたんですよ。例えばあの以前の最高指導部において習近平がゼロコロナ政策を、やるときはやっぱり李克強がそれが何か案にね邪魔したりブレーキをかけたりする役、そういうね要するにメカニズムはまたあったんですが、これからねもう全くあの機能しない。あのチェック、トップの行動をチェックしてブレーキをかけるということが、じゃあ極端に言えば、要するに習近平という人がその日あの戦争やるぞと決断すれば、中国はそのまま戦争に突入するんです。あのあ、まあ、要するにロシアのプーチンと全く同じ話になるんです。まあ、これ2番目の特徴、新しい最高指導部でブレーキ役のいないこと。さらに3番目ね、やっぱりこの顔ぶれね結構吟味していくと、やっぱり習近平の後継者もその中にいない。要するに後継者不在の最高指導部。いや、前回の党大会、5年前の党大会で誕生した最高指導部には、まあ、習近平の後継者がいなかった。だから彼は今ね今回の党大会でそのまま続投したんですけども、しかし今の新しい最高指導部のメンバーにもね、やっぱりね吟味してみたら、習近平の後継者に当該する人物はやっぱりいない。例えばこの習近平以外の6名でしょ、6名の中の長楽祭65歳、蔡奇67、王光連67、李奇にしても66。ということはね、この年齢だとすれば、もう習近平の後継者になれるはずがないでしょ。一番若い李奇にしても習近平とただ3歳しかの差がないから、3歳しか下の人後継者になることはまずないんです。次の党大会になると、この一番若いのは長楽祭ですわな。次の党大会になるとこのメンバー、まあ、みんな70あるいは70以上になるんですがね、だから、習近平の後継者にならない。じゃあ一人その中で新しい政治局常務委員会の中で一番若いのはこの首相になる李強。彼は今63歳ですがね、次の党大会でまあ68、年齢的にはまだギリギリですけど、しかしねはっきりと言って、もう首相となった以上ね、国家主席総書記になる命がもう あまりもうないんです。そういう前例もないんですわね。今共産党の歴史の中で
首相から総書記国家主席になる人一人もいないんですよ。やっぱり党が一番上ですからね。政府のトップが務めたところでもこれで、まあ、実際も終わって、所詮ね、せいぜいね、まあ、全人代の委員長に承認する見通しあっても、党の総書記と国家主席に承認する見通しがまずない。もう一人李強は一番若かったではなくて、やっぱりこの定説相が、まあ、一番若いですけどね。年齢的には彼は習近平の後継者になるそういう可能性あるんですけども、しかしね、今回彼が担当するのは党務イデロギー宣伝、そういう担当はね、結局要するに王高齢の部下を、まあ、王高齢の、まあ、後任になるんですよね。大体中国共産の歴史の中でもね、イデロギー宣伝とか党務担当のやつはね、やっぱり国家主席にはまだ前例もないし、党の総書記に昇進した、まあ、そういう前例もない。まあ要するに今の時点ではどう考えれば、この定説相が後継者になるそういう命がはっきりとしてるわけではないという話。ということが、要するにつまりね、前回同様、習近平も今回ね、やっぱりね、わざと新しい最高指導部にね、自分の後継者となるような人事をわざとね、あえて作らなかったんです。要するに一旦そういう人事を作ったら自分の後継者問題が出てくる。誰が自分の後継者が、誰が、この人は後継者ということになると、じゃあ5年後は自分を引退しなければならない。じゃあ作っておかないということが、その意味するところが、要するに習近平はね、今後5年後の党大会でもね、引退するつもりがないんです。5年後に引退するならば、必ず今の最高指導部においてですよ、例えば55歳前後のね、古文は彼の古ね、そういう若手ね、人に最高指導部に入れるべきだなんですよ。入れないというのは全くそういうつもりがない。いや、実際習近平さんはね、政治局常務委員、委員会に入ったのは、彼は54歳の時だったんですよ。だから59歳の時にね、それで共産党の胡錦涛の後任として最高指導者になったということ。じゃあ今ね、このメンバー一番若いのも定説上59歳、しかもイデロギー担当だからね、やっぱりね、後継者がいない。いないというのも、習近平わざと作っておかないというのは、要するに4期目へも進む混乱ですよ。要するに実質上ね、まあ終身独裁者になるよ。じゃあこれではね、自分が終身独裁者を目指す、しかもね、これから習近平政権である限り、最高指導部は全部自分の子分、自分の進化、家来によって固める、そんなね、もう皇帝以外の何にもでもないんですよ。もう中国はね、もう共産党という党も習近平の党になって、9000万人の党員ですよ。中国という14億の国はね、これから習近平の一存で動くんです。習近平が右といえばみんな右、習近平が左といえばみんな左。そんな恐ろしい国がないだろうと思いますよ。これが今後の、まあ、中国の、まあ、政治の現実になるということが、まず今日の、まあ、特番として、それはまあ放送しておきたいだろうと思いますけども、まあ、最後やっぱりもう一度ね、この自分の最新刊をもう一度宣伝しておきますと、破滅へ向かう経済と社会、そして中国が戦争と動乱の時代に突入する。いや、まさにね、習近平政権の今後を見通して、まあ、書いた、まあ、一冊であって、ぜひ、まあ、皆ご参考に、していただけたら、まあ、幸いと存じます。以上、まあ、今日午前と午後2部2つに分けて
東大会の、まあ、特番を、まあ、行いました、それで、まあ、次回はねまた来週の、まあ、土曜日にねまた富津通りのニュース解説を行いたいと思います、今後ともよろしくお願いいたします。